疲れ様でした。名前を教えてください。伊藤龍馬です。はい、じゃあ今日の自分のプレーはどうでしたか。ドリブルとか試合とかどうですか。第一のが良かった。何が良かったですか。パスとか。ああ、試合中パスできた。じゃあ、お母さんの料理の中で好きな食べ物ありますか。唐揚げが好き。ナイス。じゃあ、サッカー以外に何かやってることありますか。プール。あ、プール。プールは今何が泳げますか。クロール。あ、全部できる。バタフライ。お、すごいですね。よし。最後に、お母さん、お父さんに感謝の言葉をお願いします。いつも連れてきてありがとうございます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。